はい、お疲れ様です。長野県のね、ここは諏訪湖です。諏訪湖、すごいですね。諏訪湖、これめちゃくちゃ栄えてますね。町がめちゃくちゃ広いです。諏訪湖、これね、有名な長野県の諏訪湖です。諏訪神社とかも有名ですけどね、すごいです。船もいっぱい止まってますね。いや、初めて来ました。ルアー釣り禁止って書いてますね。はい、全体的にはこんな感じですね。諏訪湖、諏訪湖の周りこんな感じです。山があってね。初めて来ましたけど、すごいですね。諏訪湖結構広いですね。これ一周どれぐらいあるんだろう。いやー、すごいな。こんな大きいとは思いませんでした。まあ、その周りにね、町がこう点在してるって感じですね。もうこの諏訪を一周ぐるっと囲ってもう町ができてるって感じです。これはすごい。諏訪湖ですね。まあ、ちょっと歩いてみましょうか。そこにね、なんか諏訪湖のダムがあるんですね。はい、今からちょっと見てみます。簡単にね、どんな感じかっていうことで、せっかく初めて来ましたね。まあ、諏訪って、諏訪神社とかね、そういうのも有名ですね。今、岡谷市ですかね。諏訪。とにかくこんなに大きい、湖ですね。すごいですね。諏訪湖ですね。はい、岡谷市ですね。諏訪湖はね、諏訪市じゃなかった、ごめんなさい。諏訪ですね。諏訪市、あ、諏訪湖、はい、こんな感じです。案内が出てますね。港渚公園、あ、港渚パークね。はい、現在地ここですね。諏訪湖すごいな。これ諏訪市じゃなかった、ごめんなさい。岡谷市ですね。とにかくすごいです。諏訪湖ってこんなにでかいですね。びっくりだよ。あ、これ諏訪湖の周辺ですね。水辺案内、これね、すごいです。こんな感じになってますね。今現在地なんですが、ちょうどね、金口水門っていうんですかね、これ、どこにいますね。これ水門こんな感じです。水門ね、こうやって噴水でこう、なんかこう、ね、上がるような、すごいですね。こんな感じですよ。にぎわいと触れ合いの湖畔ということで、はい、こんな感じですね。でかいですね、町がね。これ諏訪湖全体こんな感じです。はい、寒いです。かなり寒いですね。なんかね、ダムみたいなのがあって、こう、水がね、放水されてるんですね。はい、
ちょっと驚きましたけどね。諏訪湖です。すごいな本当に。まあせっかく初めて来たんでね、どんな感じかっていうのをね、まあちょっと面白いじゃないですか。でかいですね諏訪湖ね。とにかく大きいです。そこに水門みたいなのがあるんですよ。水門みたいなのがあるんでちょっと行ってみましょう。釣りしてますね。釣りかなぐち水門、ここ有名です。かなぐち水門ね。これは金口水門ですね。諏訪湖の有名なところですね。寒い。釣りされてますね。釣り。金口水門って言うんですかこれ。すごいなこれ。ダムみたいになってますね。ワカサギが釣れるということです。ワカサギ、金口水門ね、すごいです。こんな感じです。すごいですね。金口水門。こちらがね、諏訪湖の金口水門ですね。とにかく巨大ですね。はい、こんな感じです。よかったらね、最新情報、旅になる情報とか発信していきますので、チャンネル登録、グッドボタンお願いします。
ツイッターも、インスタグラムもやってますんでね、ピコ二郎で検索していただいて、フォローしていただければ 100% フォロー返しますのでよろしくお願いします。寒いです。釣りできるみたいですね。これ1日釣り1000円、あ、1000円でねできる、こういうのもあります。ワカサギが釣れるということです。ワカサギが、はい、釣りやってますね。金口水門でした。はい、諏訪湖のね